好，其实今次我哋唔系玩主线剧情，我哋玩下一个支线剧情啊。咁就同埋我就攞翻个 Pro controller， 就唔系用嗰、那个会漂移嗰个 Joy-Con。咁啊，今次打嗰阵就希望唔好再见到我喺度漂移。基本上高十几级啊！我谂我放低佢就自己打都赢。我覺得用嗰個連鎖攻擊有啲嘥時間，所以就冇用到。組長，我都どうした？敵襲です。アグネスの軍。何かあったのかな？軍務長。ああ、分かっている。
今何つった？ゼオンが軍務長だ。それじゃ前の軍務長は更迭されたよ。反逆者を出した責任を取らされてな。コロニーランクだって落とされて、食うに困ってこんなとこまで遠征ってわけ。あんたマジかよ。あんたは戻れ。ここは俺たちが何とかする。そうはいかない。いいから行けって。 アグヌスの一個大隊、地形に紛れて進軍してる。なぜそれを。俺を信じられないのはわかる。だからこれから俺たちで進軍中のアグヌスを迎え撃つ。ゼオンは戻って、みんなと守りを固めてほしい。真意は何だ？何を思って戦っている？お互い立場は変わった。でも抜け抜けと。 よく待て。作戦変更だ。彼だ。は？な？執政官に突き出すか。いや、先兵として戦力に。共闘するの？でも、ムンバはノアたちのせいで。敵は一個大隊だ。策を、それに今回の敵衆に。本気で言ってんのかよ。俺の性格は知ってるだろ。てめえ、待ちなって。 ここはゼオンに。ああ、なんで。合わせろっての。コロニー9の動きが分かりゃ、こっちも。ランツ、いい仲間じゃないか。てめえのそのガッチガチな石頭、楽しみにしておく。お前たちは先に戻って、彼らには俺が同行する。了解。 変わらないものもある。もはや言葉に価値はない。分かってる。妙な動きはするな。我喺玩呢个之前咧，我玩咗一个任务，系力量的去向，所以呢个师道加入咗我哋，变咗做英雄，即系。 監視は順調ですか？軍務長。おかげさまで。黙って動け。呢個革命火之中應該唔關我哋事吧。 個明火之中得返1/4。 あとは俺が話す。冷静にな、カイツ。俺はいつだって冷静。
アグネスの動きを。今は藤ヶ原で舞台を。もはや隠れてないのが数で押せる自信があるかに見せかけて。ただバカって冗談で笑える気分じゃない。冗談も言いたくなるって。食料があれば持久戦にも持ち。ダメだと言ったはずだ。犠牲が多い。じゃあどうすんだよ。このままじゃどっちみち地面なら戦う理由自体を待つ。は？具体的には命の火時計を壊せば。壊す？いやいや何言ってんの。バカはカイツの方も。そんなだからヘナチョコ2番手ホルダーってバカにされるもん。リク人が気にしてることを。そもそもよく戻ってこれたもんだよ。どうやってゼオンに取り入った？もも取り入ってなんか迷惑なんだよ。な俺たちだって同じ気持ちだ。そのために戻ってきたんだ。そんな話信じる必要はない。あんたも副官の俺じゃなくて。そうじゃない。俺だって必死に。ごめん。むしろ狙い通りと北総へ向かう。それで安心できるならそうするよ。けどそんなか。お前がどう思っていようと俺が言えるのはそれだけだ。どちらでも構わないが、そろそろ君が言うところの利用。話を戻そう。地の利があるとは言える。だからこそお前。思いがけない敵は戦意をくじく。そこを突破。アグネスとケベスの混成部隊だしな。前線で暴れりゃかく乱に。所以他收给你提个名火之中得四分一都是告诉你处于劣势。やりにくくってしょうがねえ。勘違いしているようだな。裏切り者を許したわけじゃない。分かってますよ。あのバカ。二人はあれでいいんだよ。目標地点を瞳に送る。直ちに。了解。貴重なものが手に入ると。ゼオンには負けねえ。期待しているよ、ランツ元特務兵。あ、で、到了。目標地点。ユーニちょっと思い出し。この辺だったよな。ああ、お騒いでねえし。こんな場所にありっこないって。あんたたちとゼオンは覚えてるだろ。あんたは真剣なやつを。あのさ、そっちもだろうな。わけもなく反逆者ケベスだろう。ノアには多くの仲間と救われた。お前たちは命を勝つよ。だが本当にランツには話していない。ああ、同じものは無理でもそういうざれ言は勝った勝つさ。行くぞ。呢度啲怪等级低，又唔会主动同我战斗，所以行起路嚟快好多。如果唔系行行下，跟住啲怪又辣我打两打，咁样好鬼麻烦。
指示を出す。了解。と。あいつら。多いな。地形を生かして防衛しよう。その前に戦略上、俺は厳しい戦闘になるはずだ。反逆者に構う余裕はない。まさか隙見て逃げろって？そうは言っていない。だが元よりお前たちには関係ない。つくづく君の考えは分かった。でも俺たちは俺たちのやり方で。そコロニーナインには借りがあるんだ。一時でも。だが今は。うるせえバカ。黙って世話になってろ。マジでムカつくんだ。ランス！感情で動くなど何度言えばわかるんだ。諦めついたか。まさか。だが遅れを取るわけにはいかないな。敵は殺し合いじゃない。そうだろう。あんたらも。レオニス。切り札ってのはな、最後まで取っとくから切り札なんだよ。うろたえるな。向こうにはカイツたちが。ああ。
然追わない。言ったはずだ。余裕だな、新米軍務長さんよ。いいことを。綺麗事じゃ戦場は渡れねえ。あんたそれを思い必ずな。綺麗事か。気にすることなんてない。そう思いたいが、あいにく心当たりがある。俺自身お前に同じことを言った。結果は君が勝った。そう、ノアはそんなこと。戦い自体が嫌いだった。俺にはそう綺麗事で生き残れるはずがないと俺も思った。なくそうとしなければ。争いや日時計のためじゃない、自分のために戦いを求めるようになっていく。それが俺たちだ。アイスたちも無事だ。ひとまず危機は去ったよ。いや、まだ残ってる。ゼオ、君には知っていてほしい。知って君自身。いいだろう。なんだ、来た、十分だよ。みんなを広場に集めた。愛されてるのね。哦，即系都系打瓜嗰个执政官，跟住就劈埋嗰个明火之中，就可以解放翻呢个第九号殖民地。今までどこに？ちょっとした特等席にな。なかなか興味深い鑑賞ができた。どういう意味だ？これは神経。お前たちに芸術の概念はないのだったな。先だってのくだらん戦いよりはるかにいい見せ物だったと言った。
コロニーのランクアップも視野に入るだろう。くだらん戦いをした記憶はない。無事どもが湧いただろう。任務中にアグヌスと通じた挙句、脱走した抱きすべきゴミ虫が実に深い。恥ずべき汚点、無駄死にした兵どもも含めてだ。くだらんという表現すら生ぬるい。無駄死にって。俺たちを敵視するのはわかる。でも仲間が死んでんだぜ。ムンバだってあの時それを。わめくなゴミ虫。先の戦いで消耗したろう。喜べ。じっくりと痛ぶりつぶしてやる。どういうつもりだ。兵に戦えというだけで何もしなかった貴様と、リスクを承知で火星に来た反逆者、どちらを信じると思う。黙れ。さて、福田の許さん。我一度都觉得那个执政官的造型好像C楼，虽然它是红色。覚悟はいいな。姿勢感 B。 おのれ、おのれ。反逆者は皆殺しだ。ゼオン。ああ、行くぞ。何？マル
なことをしても何も変わらない。この先に待つのは未来ではないぞ。苦難と絶望だ。だとしても受けて立つさ。説明してもらえるか、軍務長。失政官は化け物、日時計はぶっ壊れ、食料問題も未解決のまま。結局俺たちのやってきたことは成果はあった。望んだ形とは違ったが、みんな聞いてくれ。冗談だろ。それじゃ俺たちは騙されて。そういうことになる。だからこそ今は知る努力をするべきだ。俺たち自身のこと、このコロニーの外にあるもの。簡単に言うなよ。何があるかわからないんだぞ。それでもどんな結果に転ぶかは自分次第で変えられる。そう信じる。俺たちも協力する。また受け入れてもらいたいからじゃない。ただみんなが生きていくために俺たちにもできることをさせてほしい。不安な気持ちもあるだろうが、どうかチャンスをくれないか。理解が追いつかないことは正直あるが、ま、善処してみよう。そうだね。軍務長がここまで言うってなかなかないし、ムンバが生きてたら協力するって言うと思うから。みんな、俺は認めないからな。何が正しくて間違ってるか決めるのは俺だ。あんたじゃない。証明するよ。軍務長にふさわしいのは俺だって。行こうぜ。ひでえ言われようだな。あれでコロニーのことを憂いている。返すなら心配いらないさ。んで、この先どうすんの？まずは食料問題を解決したい。つっても変遷するしかないよな。近場にねえから困ってんだし。確かに今まではそうだった。だから逆を試そうと思う。逆？畑を作るんだ。自分たちの食料は自分たちで確保する。畑って標本に載ってたあれか？食料が不足した際は土を掘り、きらぼし大根を植える。よく知ってんな。当然だ。そうか、命の日時計を維持しながら作物を作るのは難しかったけど。ああ、状況は変わった。挑戦するんだね。手探りだがやる価値はある。なら植生の観察から始めるといい。この土地で生きたいのは植物も同じだ。きっと得るものがある。なるほどな。やってみるよ。それと今後俺の力が必要な時はいつでも言ってくれ。手を貸そう。それは助かるけど本当にいいのか？何かを変えたいと願うのはまず自分が変わる。そう言ったのはノアだろ。けど私たちといるのはよく思わない奴もいる。俺がどう見られるかは問題じゃない。軍務長として必要と思ったことをするだけだ。ゼオンはやっぱり変わらないな。皮肉か、この流れで。
違うよ。昔も今も俺たちの自慢の仲間だなって。口がうまくなったな。なるほど、確かに人は変わるらしい。なんだよそれ。勇気をもらった、ありがとう。俺もだよ。落ち着くな、コロニーナインは。ああ、みんなの顔を見ると戻ってきた実感が湧く。